ホボスグルントとは、ロシアが計画した火星とその衛星、ホボスの探査計画である。ホボスの土壌資料を採取して地球へ回収することを主な目的とし、2011年11月9日にバイコヌール宇宙基地より打ち上げられたが、地球周回軌道からの離脱に失敗した。完全に失敗に終わったホボスグルントではあるが、2012年時点で、 ロシアは2号機を2018年に打ち上げることを検討していた。費用は初号機の50%で製造できる上、ロシアは失敗時にかけていた保険金も受領している。ただし、月探査やエサに共同計画を申し出ている火星探査の動向もあるため、先行きは不明と報じられた。その後2020年までにロシアが公式発表した火星ミッションはない。 ホボスグルント計画は1999年から開始し2001年に開発が始まり基本設計は2004年に終了した。ロシアが惑星探査機の開発に取り組むのは1996年に打ち上げに失敗したマルス96以来である。当初は2009年にソユーズロケットとフレガーと上部ステージを組み合わせた打ち上げ機で火星に送り込む予定だった。 すでに開発は始まっていたが、2006年秋から2007年3月にかけて中路政府間で協議が行われた結果、中国の火星集探査機ホタルビー1号の相乗りが決定し、打ち上げ重量が超過することになったため、打ち上げロケットをゼニットに変更した。当初は衛星上部に単純にホタルビー1号を乗せることが考えられていたが、 その場合は衛星の構造を大幅に設計変更しなければならなくなることからホタルビー1号は巡航ステージの下部に搭載することになった。また、巡航ステージの推進系では火星周回軌道への投入は能力的に足りなくなったため地球周回軌道でしか使えない設計のフレガートを惑星間航行ができるように改良することになった。この推進系は後に マデュと呼ばれるようになった。このように計画修正が必要になり、打ち上げは2009年10月に設定されたが、2009年9月に、打ち上げをさらに2011年まで延期することが、決定した。モスクワ時間の2011年11月9日午前0時16分、バイコネール宇宙基地より打ち上げたが、地球周回軌道からの離脱に失敗した。予定されていた、飛行経路。 バイコネルール宇宙基地から高度 207-347km の低軌道に打ち上げ、1回目の噴射により遠地点高度 4710km の軌道に移動、2回目の噴射により地球周回軌道から離れて火星へ向かうという計画だった。ゼニットロケットによる打ち上げは成功し、 予定通り2 0 7 3 4 7トル、軌道傾斜角51.4度の軌道投入に成功した。その後、フレガート上部ステージを惑星ミッション用に改良した主推進装置を2回噴射し、最初の噴射で高度を4 7 1 0トルまで上げ、2回目の噴射で地球周回軌道から離脱する予定であった。この2回の噴射はいずれも、 ロシアの追跡局から見えない南アメリカ上空で行われることから地上からの光学観測の協力が求められていた。ところが衛星はソフトウェアの問題により姿勢を崩したためこの2回の噴射は実施されなかった。軌道上で発見された衛星は太陽を向いて回転する非常時用のセーフモード姿勢になっておりコマンドを実行させることができないため 制御できない状態になっており、地球への落下が危惧されるようになった。ロシアだけでなく、餌が持つ各地の追跡局も協力して、通信回復が試みられたが、X バンド体を使って、低周回軌道の衛星を追跡できるアンテナが限定されているため状況は厳しかった。衛星がコマンドを受信して実行できない理由としては、2回の噴射後に投棄する予定であったドーナツ状の、 燃料タンクがついた状態では、アンテナの視野が遮られるためと考えられていたが、その後の報道では、地上追跡局の能力の問題が伝えられた。ノーマル状態では、地球周回軌道離脱までは、地上からの制御を受けずに、自動実行する設計となっていたため、地上局も、このような状態で通信することは考慮していなかった。七十メートルの大型のアンテナでは、 思考角度の狭さと不十分な追尾速度のため、衛星を補足できず、送信出力も衛星側の受信強度を上回るため受信できないことが判明した。このため小型のアンテナにさらに小さなアンテナを装備して補足しやすくするとともに、送信出力を絞る改良が行われた。これにより、11月22日に、餌のオーストラリアにあるパース局のアンテナで衛星のテレメトリを 初めて受診することに成功し、その後ロシアのバイコヌール局でも受診に成功し、衛星の状態は良好であることが確認された。しかし火星周回軌道への投入が可能期限であった11月21日を過ぎてもコマンドによる制御を実行できず、制御の回復は無理と判断され、2012年1月中旬に地球へ再突入すると予測された。2012年1月15日、 コボスグルントは大気圏、探査機の地球への再突入は2012年1月6日の時点において2012年1月15日21時アトック18時間に見込まれていた。最終落下地点は不明であり予想される落下範囲は北緯51.4度から南緯51.4度の間と非常に広かった。2012年2月に ロシアがこの問題の調査結果を発表した。太平洋に設置されている米国の軍事レーダーの影響、NASA や米国防総省でも問題となった外国製の偽造マイクロチップの使用、宇宙船の影響とトラブル原因は2点3点した状況で報道されたが、ソフトウェアの問題が原因であったと結論付けられた。地球軌道離脱の準備を進めている間、 2台の搭載コンピューターが同時にリブートされ、電力節約と衛星の保護のために、衛星はセーフモードに入ってしまい、コマンドが来るのを待つスタンバイ状態となった。このリブートが起きた最も可能性の高い原因は、宇宙からの高電化粒子が考えられており、これがメモリに不具合を生じさせた可能性がある。この搭載コンピュータ TSVM-22 は、プロセッサーに、 トラブルが生じたため、打ち上げ準備段階で2つのうち1つを停止させる必要があった。さらに悪いことに、残っていた1チャンネルがもう1台の TSVM-22 と競合するようになった。このため、TSVM-22 コンピュータ2台のうちの1台を完全に停止させたまま打ち上げる決断が行われた。つまり、飛行制御用のコンピュータの冗長性が失われた。 状態で打ち上げられた。ロシア連邦宇宙局の上層部からは予定通り打ち上げることへの強いプレッシャーがかかっていたとの情報もある。このコンピュータのソフトウェア開発にはもっと時間が必要とされていた。機体のバイコヌールへの輸送も搭載システムのトラブルで遅れ、機器の交換などが行われていた。飛行制御システム部区はソフトウェアエラーのために たびたび試験の中断を余儀なくされて、コードの書き換えが必要になるなど、ミッション準備はできていない状態だった。また、ソフトウェアパッチの再試験は、実際には無理な状態で、バイコヌールでの試験が進められていた。この衛星は、重量が 13,500kg もあり、地球軌道離脱のための噴射ができなかったため、約8トン以上もの有害な、 期待症ジメチルヒドラジンと4酸化2窒素からなる推進剤が残されたままになった。ただし、推進剤を搭載しているタンクが、西側諸国でよく使われている高熱に耐えられる、シタン性ではなく、アルミ合金性であるため、再突入時の早い段階で、タンクが爆発、燃焼して燃え尽き、地上への影響は、ほとんどないと推測される。ヒドラジンを、 タンク内に残したまま制御できなくなった USA-193 衛星は落下して地上に被害が及ぶ前に2008年2月にミサイルで破壊されたがこの衛星の燃料タンクは再突入時の高熱にも耐える地炭性であったほぼスグルント衛星には土壌分析用に放射性同位元素のコバルト57が搭載されているが10マイクログラム以下という微量のため 環境への影響はないと考えられる。その一方で、ロシアはこの衛星の約2 0 0ラムの破片、20から30個が燃え尽きずに地上に達することを認めた。落下する最大のものは、ホボスの土壌を地球に回収するための再突入カプセルで、重量は2 1 5キログラムある。アイノリ衛星のホタルビ1号については、中国は、有害物質に関する詳細情報を、 公開していない。フォボスグルントは通常の観測装置に加えてサンプルリターンに用いる土壌採集装置や機関用のロケットを備え重量13トンを超える大規模な探査機となった。国際協力として中国アメリカ惑星協会が設計したモジュールも搭載していた。2010年10月の時点では次のような日程が予定された。 土壌の最初にはアーム型の装置を用い、深さ2センチメートルまでのホボスの表土を200グラム程度すくい取る計画であった。ルナガツ探査機のようにドリルで深部の土を掘り起こすことも検討されたが、ホボスの表面重力が月と比べて非常に小さく、屈削の反動で探査機の安定性が保てなくなる恐れがあったことから断念された。サンプルを載せたコンテナの打ち上げには、 ロケットの噴射ではなくバネの力を利用していた。これはフォボスに残って活動する探査機本体に危険が及ばないための配慮である。フォボスは重力が弱いためこの方法でも十分な高度へ到達させることが可能である。コンテナは安全な高度に達したところでロケットエンジンを点火し、フォボスの重力圏を離脱する予定であった。サンプル回収用の機体は地球まで帰還し、 最後の軌道調整を行った後、突入の数日前に回収カプセルを分離し、カプセルはそのまま大気圏へ突入する。このカプセルはパラシュートを使った減速は行わず、空気抵抗のみで速度を落とし、地面に激突して回収される。無線機も搭載していないため、回収部隊は、高角観測とレーダー観測のみで、落下地点を絞り込んで回収を行う予定であった。 フォボスグルントには次のモジュールがロシア国外から提供された。ホタルビ1号は中国が製作した重量 110kg の小型周回機で同国発の火星探査機である。火星到達後にフォボスグルントから切り離され独立して火星とその周辺空間の観測を行う予定であった。また中国はソピシスと呼ばれる機材も製作していた。これは 微小重力下で作動する検索装置で探査機がホボス上で岩石を分析する際に使用される。米国の惑星協会はライフと呼ばれる生物学実験モジュールを開発していた。ライフには10種類の特定の微生物と不特定多数の微生物を含んだ地球の土壌が搭載され、生物が長期間の宇宙飛行に耐えうるかを検証する。この実験によって、 地球生命の起源を地球外に求めるパンスペルミア仮説の妥当性が明らかになることが期待されていた。フィンランド気象研究所はミトネットランダーと呼ばれる火星着陸機をほぼすぐルントに搭載する予定であったがこれは中止された。MNL は膨張式の耐熱シールド兼エアブレーキを装備した小型探査機で将来的に数十機の観測ネットワークを 火星上に構築し、気象、気候現象を観測する構想が示されている。ありがとうございます。